はい、えー。おはようございます。先祖です。今日も朝会をお願いします、まあ。昨日はちょっとアメリカの長期金利が低下ということで、ドリアスの流れになりましたね。えっ、ー、と、2年祭0.53ぐらいから0.5%割れということで、10年歳も1.64ぐらいから1.58台まで下、えー、低下ということですね。えっ、ー、と、20、あのー、まあ、住宅着工が昨日悪かったですね。えー、10月の住宅 着工件数0.7%減ということで、152万戸、予想が157万6000戸だったんで、えーえーゲラあのー、それを下回ったということなんですが、住宅着工の先行収容となる10月の住宅着工許可件数の方は4 パーセントの増加ということで165万件ということになりました。まあここら辺ちょっとまちまちの動きになったかなという感じがします。で。 まあ、結構ドルがあの下落しましたよね。ドル円も115円突破するかというところだったんですが、まあ、その後下落ということで、実需筋の売りがあるということと、あと115円にノックアウトあるんじゃないかということで、まあ、ノックアウトあるとその手前というのは、えーと、売りが出ますので、まあ、そういうオプション絡みとか、輸出税の売りとか、諸々もっていうところが、えー、売りがあったんだな。 あったという感じがしますねやっぱり欧州時間に入ってからあやっぱり入浴、えー、ーー時間ですね入ってから下落が加速したということで114円50あたりを抜けてから下落ということで一時、えー、113円、えー、9個ぐらいまで行ったんですがその後戻しているということで今日デリピポットが113円の35ぐらいなんでこの3035たり抜けられるかどうかというとこかと思います。まあ、ここ抜けられないと 13円の7580っていうところがあると思うんですが、14円の3035あたり抜けるとまたドルの上昇に回帰するというところかなと思います。まあ、ユーロドルも一時1.1260ぐらいまで下落したんですが、まあこれは東京時間ですよね。えっ、ー、とそこからは徐々に上昇ということで、まあここはあんまり金利の動き関係なかったと思うんですけど、どうまあ 1.13台でで、えー、っているととうこ1.13あたりがデイリピポットになりますので上が1350ぐらいですねですから、まあ、1.13台の動きになるかなという感じがします。 まあポンドも似たような動きになってますね。えっ、ー、と一時一点三四ぐらいまで下落したんですが、まあその後はじわじわ上昇ということで、アメリカの長期金利のね、えー、低下もまあサポートされたというところだと思うんですが、ポンドに関してはやはり来月の利上げっていうのがマーケット注目されていますので、まあそこら辺がどうなるかというところかなと思います。まあポンド強いですよね。総じてねえっ、ー、とじわじわ上昇してきているという。

OG も、OG の方はやっぱり、ユーロの下落の後からついてきましたよね、えー、と昨日一昨日ぐらいから下落ということで、0.73台後半があのレジスタンスになって、その後、ユーロ、ドルをキャッチアップするように落ちてきたということで、0.72台中盤まで下落ということで、あんまりここは戻してないですよね、まあ、ユーロポンド、ユーロ OG とかの戻しが入ってるのかなと。 えーとユーロオジー売られてましたんで、えー、ちょっとお買い戻し入ってるのかなという感じがします。デイリーピポット0.7280ぐらいなんで、まあ、そこを抜けられるかどうかというところかと思います。で、えー、今日のところは、欧、え、州、ー、そうですね、えーと、経済指標としては、うーん、 ニューヨークに入って新規失業保険申請件数、まあ、ここのところ失業保険かなりあの減少してるんで、まあ、そこの動きが加速するのかどうか、あとはフィラデルフィア連銀ンン製造業景気質ですね、ここら辺の動きですね、あのまあ、それを見ていきたいかなという感じがします。あの原因に関してはあの 備蓄の放出をアメリカが要請ということで、戦略備蓄ですね、まあ、そういうこともあって、えー、っと原油、下落してきています。まあ、80ドルが重くなってきて、一、えー、時77ドル付近まで下落ということで、まあ、ここら辺は、まあ、えー、っは、ちょっと原油の上昇が一服すると、経済にとってはサポート材料になるかなという感じがしますね。 はい、えっ、ー、とまあ昨日はそうは総じて、えー、アメリカの金利の動きでちょっとドルの上昇が一 したという感じでただあの、アメリカの長期金利、これ、テクニカルな買いだと思うんですね、上昇したんで、えー、と要は債券価格が低下したんで、まあ、それで買い戻しが入ったというところだと思います。まあ20年再入札があったんですけど、まあ、ここら辺もちょっといまいちのところはあったんですけど、まあそれでもあんまり債券利回りは上昇しなかったというところで、えー、まあ,あの、フェドの利上げが早まるんではないかというところ これはマーケットはあのー、予想はあまり変化せずだったんですが、まあ、テクニカルな金利の低下が起こった債券の買い戻しが入ったというところだと思います、まあ、英国も昨日発表した10月の CPI 前年比0.2%と、まあ、これも10年ぶりの上昇ということで、まあ、ここら辺も12月の金利引き上げあるんだろうというところがポンドのサポート材料になってますね、まあ、ポンドはちょっとやっぱり来,週来月の 来月までは引き続き堅調な動きになるのではないかなというふうに見ていますということで皆さん、えー、今日も頑張って、えー、トレードしましょうということで、えー、また